どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、中津市ヤバ系編7、今回が最終回です。前回、雰囲気の良い道を抜け、さらに先へと進んだ TF 団。以前、何度か走った道を、今回は楽向きに走ることにしました。しばらく行くと、突如目の前に車を発見。細い道を通れるか心配しつつ、最後の道を目指します。果たして新たな道では、どのような発見があるのか、早速続きをご覧ください。それではどうぞ。なかなかここを車っていうのは攻めてる。騙されたやろ。間違いナビに騙されたダメやでお前絶対今ヒーヒー言おうよなんだこの道みたいな。後ろからバイクも来たしこれはもうニュートラル走行。そう、もうちょっとプレッシャーを与えるの。あーダメダメダメ、もうそれはダメ。ちょっとカーブ1個分ぐらい。ナビの被害者優しくじゃん今行く対向車来たらこれ地獄やろ。いやー終わりやな、ね。こういう道多分地元の人の車とかは、ああ、トラック、軽トラとかは来そうや。実際追った時あって。あった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 。ここ結構通っちゃうもん、言うて俺ら。なんだかんだ。多分今この道を見てやったーと思っちゃう。ちょっと広くなった。だがそれはどうかな。ここ最初の入るとこ狭い。入るとこ狭いよ。狭いはず。まあプリウスでよかったな。これハイエースとかちょっとない。ハイエースちょっと地獄。だるってしょうがない。ここのヘアピン、ヘアピン。そうそうそう。よーし。こんなとこどこ行くっしょ。よし。よし。やっと人だと思ってきた。もうここは狭いよな。そうそうそう。ここ左に行きます。はい、あと1本、あと1本さーっと1本は初めて通る。安心したよなこの人よかったね何事もなく。おおかっこいい俺ああいうの、ああいうなんていうもうあれに特化してる機械好きなんやなもう行ったさ。この先ちょっと走って小学校が見えてくる。あ、山内小学校。はい、ああ左手な。ちょっとこう右斜めに入る道がある、あるらしいって感じ。ああこれです、ね。これを斜めに。ああ、はい、はい。今日から最高にエロい野郎だ。中津の方や。ああ、そうそう、そっちに行く。最後やき、また、高速の入り口あたりに出てくる。行かんかった？いや、ここは多分行ってないと思う。いや、どうかな。あっちだ。俺の得意な形や。ここはなんかひたすら登るタイプ。ここまで行ったなんか、うさの悪を思い出す。下から登るこの細い。いや私はそう。これは多分一本道かな。なんか脇道とかはそんなないと思う。ここもなんか雰囲気ある。暗いよ。暗いね。ゴーグル取ったらどんなもんだよ。実際どうなんだろう。GoPro で見たら普通に明るかった。そうです。くれてる。初期の頃にな、なんか一回行った林道が未だにどこなのかわからん。おお、なんかおお、おお、タヌやタヌ。タヌじゃ、なんかハクビシンか。なんか全然逃げんの。俺たち友達。逃げなんか余裕やった。もうあっちゃん。
煽られてる。立ちこぎに煽られるとか、人立ってるの。よし、いいね。ああ、爽やか。今使って僕はさんのセクシーボーイ、めっちゃタッコ。全然差がいいよ、ついていいやん、ググる。やめてください。多分置いてけぼりになる。あ、まっさい。てってーてってー、おー、立ちこぎでのクラッチ使わせたくねー。立ちこぎ使うのも嫌な。立ちこぎの方が早いんだわけに。おー、また撃った。また逃げねえ、これ。全然逃げねえ。いや、いや、なんかあれや、両足で跳ねるタイプ。勉強になります。多分ここの山の生き物は余裕がある。イノシシも出していく。余裕。鹿とかこっち来るかもしれない。せいぜいくれる。絶対奈良から逃げ出して。お、看板が何て書いてる。石谷温泉公園のあと4キロ。へえ、燃えやん。公園か。公園なんかあった。いや、ここら辺に公園あるイメージないけど。そんなデカデカと簡単なくらいいい公園だ。いや、なんかアピール感がすごい。これじゃん。4キロや。お前、400メートルも行ってねえだろ。おお、これは？そうです。まっすぐ。行ったりますよ。右行ったら団地が。団地ってすげえな。てってれーてってってれー、ちまたで噂のちまたで噂のちまたで噂セクシーおえおえ。看板はあるけど。キノコ。キノコ。キノコだけのあたり。あのゲートいっぱいあったとこあるんですよ。ネクタロだったわ。あのうちら何回も あれキノコだけ。ゲートキーパー。そうそう、ゲートキーパー。あれキノコだけ。あれキノコだけ。そうそうそう、ゲートキーパーだけ。ゲーだけ。もうなんか空きれいやな。おお、いいね、自然のトンネル。今日なんかいいね。テーマがいい。ああ、やっぱこのね、ツーリングを楽しむみたいな感じ。ゆったりと自然を楽しむ。いいですね。いい、こういう時もたまには。ああ、ありです。ハクビシ。もうタブでハクビシって言ってやる。これは？あ、田中ビシ。まっすぐで。方角的じゃない？こっちで。今右行ったら松本団地。ああ、さっき。こちら。あ、でもやっぱさすがにこういう道はこうバイクもおらんな。やっぱりこう穴場。こういう道の方が降りそうやけどな、普段俺らが行くところ。そうそうそう。これ結構バイクは穴場のような気がする。まあ、確かに。まあでも、なんていう。対向車線の金銭的原型、ね。まあ、ちょっと確かに。気持ちよくはねえかな。どうなの？まあ、俺別にいいけど。もう結構こういうね、高いところ走れる景色。いいな。おお、いいね。お、紅葉や、紅葉。いい。おお、すげえ。もみじ買ってこうぜ。ここら辺すげえ高いな。いつものところもこれぐらい赤いんかね。どうだよ。すげえ。めっちゃ赤いやったって。これはもう穴場です。続きもあっていいね。いい。お月見ですね。秋全開。え？え？お、高速？お、高速や。おー、あ、この脇を通ってる。あー、なるほどね。なるほど。これは、一回下くぐり。そこ
左の道あれか、なんか前ここ通り寄った時こんなとこ道あるんや。ああ、いいやいいや、そうや、寄ったとこ、いい寄ったな、多分な。ああ、なるほど。おお、降りてきた。大観公園、大観公園。結局西谷公園はどこにあったの？4キロだけ。ここ右曲がって1キロだだって4キロだよねお前まさか4キロ以上走ったと思った秘密結社ということでね、はい、まあ、今日は、まあ、ちょっと珍しく日放送なし、あ、もうツーリングだったんですけど、どうでした？まあ、ゆるっとふわっと楽しかった。いいですね。たまにはこういうのもいい。やっぱ秋はね、ああいう道もいい、ね、ああ、そうだね。やっぱ言うて普通の道じゃないもんね。そうだね、うん、まあ、結構雰囲気ある道が多かったね。うん、よかったよ。くねくねしているし、はい、バイクらしいの楽しい道だった。この後ちょっとうちらはまた道の駅で休憩して、オリジナルまんじゅう買いたい。わかりました。ということで、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。アディオス、アミーゴー。お疲れ様です。お疲れです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れっす。